それではです、ね、消費生活アドバイザーのです、ねえー、資格試験が非常にこれから今人気が出てね、えー、消費者問題を扱う専門の資格でございますからその方のです、ね、第1回目の今日はですね、えー、どういうような位置づけにあるかということを含めながらね、えー、総論の部分をお話ししたいと思います。はい、それではです、ね、私は私この東京リガルマインドあの試験予備校以外に 幅広くいろんなことをやっておりますけどもその創立者の反町勝夫と申します今このレックの方の会社の会長も取締役代表取締役の会長もしておりますけどもこれは重要なですね試験でございますしまた私前はですね司法試験をはじめ多くの講義もやっておりましたのでそれを踏まえてですね皆さんに、ね、この関東のお話ということをねやらせていただきたいと思っております。それででは早速ですね、えー ご用意皆さんであると思いますけれどもあの初業的専門家集団これ皆さんのことでございますけれどもそれと私どもそれをですね受験指導しておりますレックの役割をね話すことによってこの消費生活アドバイザーそれからせ相談員もございますけれどもその方についてのですね、えー、どういうような位置づけそれから将来どの程度伸びるかということをねお話ししたいと思っております。で最初ののですねこの 書き出しの1はですね、えー、特に消費生活アドバイザー試験この試験を受ける人今非常に増えておりますけれどもそれはどういうような、えー、我々のこの日本の国のですね位置づけにあるかということとそれからその作成するときはどういうような観点で作成したらいいかということを話していきたいと思いますこの答案のですね、えー、論題というですね論文問題が1時間ずつ2問出るんですねこれ選択ですけれどもそれについてのですね 答案どういうように作成するかっていうのをですね。この後ほどね。この後半で話していきます。ここにあのありますけど、ね、これね。答案の論文とか論題ですけども、書き方のノウハウというので、ね、これも説明いたしますけども、まず最初にですね。このですね、えー、お話の方から行きたいと思います。で、4番目、本題の消費生活アドバイザーの認定試験。それから消費生活相談員ですね。試験に合格するのはどういう方が立つんですかと。 学者ととと同じよよううな勉強とは違んんだよってことを言ってるんで、ね、試験の目的は所管地が消費者ですねために果たすべき行政のサービスの受託者として専門家,団専門家集団を皆さんをね選んでいるんですからその試験は消費者生活アドバイザー試験とか相談員の試験は、ね、そういう大学のものではなくてねこれ一つは日本産業協会が受託を受けて試験問題を出します。 これは一般社団法人になってますけれどもこの出す問題は館長ね所管長の板託を受けてやってますから,だから結局ねここも専門家集団の一つになってるわけですね。で消費者の学問的要請をするんじゃないんですよと。ね、これは皆さん合格は行政書の信託の下で学校は出す仕事なんですよと間違いなくくださいね。 業務であってね、レベルが高いよ。じゃあその時に必要となる知識は、現実の消費者問題に対して時々の通達、法令で運用について出されるものが試験問題に出てきますよ。そうしないと相談ができませんからね。でしかもその相談の内容が学者みたいなね、最先端なことを答えてしまったんじゃ、行政の官僚の仕事の自宅をしているうちに離れてしまいますよね。だ試験問題はそこから出てくるんだってことを。 そそのために試験問題はそこから取材さされれるんだだといいこを忘なくね次第のだから次第の性格は何かということでございますけれどもそれは5番目ですねそれはだからこれらのね消費者に関係する所管庁消費者庁だけじゃないですよ、ね。環境庁なんかも関係しますから環境省からも関係しますからねその問題は投下しているいろんな法,法令から法令が 関係してきまいかに過ぎことた問題であってもねねこの消費者問題扱わないような課の問題は式には出ませんそれはその組活の官が扱っていますからねそちらがやることであってだから所管の法律また次第所管の法律当然だけどそのまま打ち出されるとは限らない消費者から特殊詐欺って言ってますかよくあの 私は騙さああいうようなものを普通の刑法を書いてる詐欺とは別でそういうあの騙すね最近はデジタル関係で騙すのが多いですねそういうような問題を特殊詐欺と言いますこれはお前らさんがそういう警察の専門用語ですけどねそこでなど新規で発生する犯罪行為の被害者にならないように日々刻々と変化する先端の行政にとって当面の課題こそ迅速公正ね適正に処理しなきゃならないから。 それらの問題から式に出てくるんだよということであります学説の論文に取り上げるよう以前の事態ですよとね NHK 私は騙されないってやってるのもいたことありますからそういうような問題が消費者の問題として皆さんの扱う問題だということでありますよろしいでしょうかねでそんなにそういうことにしてもね今日新しく出てるような問題は試験はこれはね試験問題まで出ませんよとそれはまずね例えば最近でも あの,、ね、あの新しくね出る今国がね、えー、消費者の一律10万円だとかねあるいは自,あの自重化給付金なんかやってますよ、ね、持続化給付金やってますよね最先端の問題まで揺れておりますからそういう問題は試験がまだ出予断が多すぎて出しにくいということです。したがって発表から早くても1年以上経ってなきゃいから無理だろうと。 その時点で立てばいろんなね通達や規則がねできてされてくるけどもそれもこういうに一般に公開されない場合はこれはまだ施行されてませんからあのそれはまだ出ないでしょうということでだから一年早くて一年最近のものであっても一年であってしかもそれは通達が出てね多くの国民に知れ渡っていることを前提としてそこからが一番最近の問題が出されてそれから あまり古くてでかだ、その間の直近の問題が当面の問題上出てくると,ということは資金問題の範囲です。で出すのはそういうね所管庁のものが出てくると消費者の問題を扱っている所管庁ですね。でレックの立場はどうかと以上のような問題を踏まえてですねレックはどういう立場かということをここに書いています。これはあのレジュメ私が書いたものですけどね、えー、私が書いたものでございますけども。 でレックの指導的地位としてどういった地かということで国家試験問題でね要素が毎年できるのと同じく、ね、皆さんの、えー、専門家集団もね専門家集団商業専門家も毎年選ばなきゃならんから毎年実施するんだと。生きた現実社会の課題を国民のために迅速適正に処理する専門家集団が必要とするからですと。毎日行政は新規の 課題に直面しているそれで毎年試験が行われて新しい課題に,に答えられる、ね、人材は必要とするだからそのために試験が行われてるんだとデックは国家,試験国家資格試験の性格上毎年出題を予想してねこれはあの毎年出題するっていうのは、ね、問題が毎年のように新しく復習してくるからであります。 だから毎年出題を予想しててね実践的に対策を立てるその対策は所管庁の動向に,動向に即してですね即して課題に応えることを目的としているそこにね私たちレックの存在理由があるんだと。合格は必然だけども当然だけども目標はその先にあるんだと。つまり館長のね、えー、消費生活センターなんかでね いいいろいろ相談をしていくそこでね消費者が困った問題について答えていくる時に皆さんが答えるのは国家の役割を受託して2行目ですねレックは国家の役割を受託して消費者の権利,権利の確保する職業的専門家を養成する機関でありますこれレックのことを言っているんですがね国民とともに明日の課題を担う崇高な信託的業務を義務をですね皆さんとともに果たしているんだと。 いうことが、デックの社会的責任だということであります。